肺動脈狭窄が高度な単身室症では、新生時期にチアノーゼが出る。単身室、または単身室症とは、先天精神疾患における疾患群の一つである。体制期の心臓発生過程における心臓の形成異常により右室、または左室が非常に小さいかないために、正常に機能する心室が一つしかない病態を指す。 様々な複雑神経の集合体としての概念であり、その内包する疾患は多岐にわたる。共通するのは、両心房からの血液が流入する主心室が存在することである。主心室の他にも一方の痕跡的心室が存在することも多いが、心室としての機能はない。一方の防湿弁が痕跡的心室に起乗していてもその程度が50%。 以下であれば単身室とする。その他、便や、心室流入路、流出路の形成異常などを診断基準として分類される。両心室に十分な大きさがない単身室症では解剖学的、根治術が不可能であるため、最終的には、本端循環を目指すことが多いが、実際には、個々の幹事の循環動態により、治療方針もそれぞれ異なることが多い。 単身室は、発達不十分な心室が薄質か差室であるかによって、それぞれ差室型単身室症、薄質型単身室症に大きく分類される。以下に代表的な単身室、単身室類炎疾患の形態を列挙する。正常循環、単身室症の循環、本単循環の図解例。赤は、動脈血、青は、静脈血、紫は、チアノーゼを表す。 新生児の肺は生理的肺高血圧の状態にあるため、本端循環が成立しない。そこで、まずは、新生児期から乳児期に姑息手術を行い、最終的に機能的根治術である、本端手術を目指すことが多い。ただし、個々の治療方針は、漢字それぞれの解剖、循環動態により異なる。代表的な術式としては、本端手術後は体循環と、 肺循環がすべて直列に接続し、チアノオーゼが解消される。AB 立野克彦ほか、心臓血管外科テキスト、中外医学者、2007年、P194 から197。ありがとうございます。